じゃあ、こういったズームっていうのはあるんですか？ズームで対談っていうことはされることあるんですか？いや、今回初めてですけどね。うわー、すごい。さすが。第1回。第1回、よかった。じゃあ一応タイトルコールっていうのがあるんで、はい、言わせてもらいます。アイアムサッカースクール特別企画、東福岡三冠メンバー OB による志波総監督スペシャル対談です。お願いします。よろしくお願いします。すいません。で、今回は本当に、まあ僕はまあ今指導者やってて、ちょっと先生にも、まあいろいろ、本当だったらお酒飲みながらとかが一番、楽しい回なんですけど、まあ今回は、しょうがなく、こうやって先生にも、出演してもらって、一応目的はですね、目的は本当に今子供たちとか、まあ J リーグもそうですけど、いろんなとこで、サッカーの現場が失われてるっていうとこで、まあ、サッカーの力でなんとかみんなに笑顔になってもらおうっていうのと、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、先生と対談することによってなんかいいきっかけをもらって、まあ、現場に落とし込めたらいいなっていうのが目的なので、いろいろ聞いていきますのでよろしくお願いします。わかりました。お願いします。じゃあ、僕ら3人だけだと、ちょっと志波先生にも、失礼なので、ちょっとプロに回してもらって、うん、やらせてもらいます。はい。よろしくお願いします。それは、はい。今日は、3部構成になっておりまして、最初に、この3人、うん、宮原さん、金子さん、千代丹田さんの、うん、雪の決勝戦3冠取った時の、うん、まあ、ちょっと、思い出話。そしてもう一つは、志波総監督の、指導法についてお聞きしたいです。で、もう一つが、監督のサッカー感の変化についてちょっとお聞きできればなと思っております。はい、で、まず、今回この宮原さん、金子さん、千代丹田さんといえば、私たちの記憶の中では、雪の決勝戦、三冠メンバーということ、うん、世間一般のイメージもあるんですが、当時、まあ、三冠取れた、まあ、もうストレートに聞くと、要因っていうのはどういったところだと思われます、あの時代。どうでしょうね、それはもう、指導者よりも選手のレベルが高かったということは事実ですね、まず。それで、まあ、最初のインターハイの時、京都でありましたけど、うん、その時に帝京とやるっていうことで。で、帝京とやるときに、あの時は、どこだったかな、沖縄の招待で、帝京と試合をやってたんですよね。うんうんうん、その時には気持ちよく負けてて、うん、だから、あの当時の帝京の監督の小沼先生も、うん、決勝で東とやるっていうのは楽だなっていう、そういう気持ちはあったかもしれませんね。うん、ですから、まあ、そういう意味で、まあ、負けてもともと、かなっていう、そういう気持ちもなきにしもあらずだったんですね。うん、でも、まあ、正直言って、まあ、東のあの当時のサッカーの一人一人の選手たちがですね、まあ、これだけはすごいっていう、そういうふうなストロングポイントがですね、はっきりしてました。で、それを要するにきちっとこう、まあ、選手同士で共通理解をして、そして要するにそこをしっかり生かして、戦ってくれたかな。だからやっぱり弱い部分ももちろんあったんですよね、うん、でもそれはみんなでカバーしてくれたし、だからやはりこういい部分をつなぎ合わせて引っ張っていったかな、まあ、それが夏でしたね。その後の全日本ユース、それでその後の正月選手権、うん、そうですね、やはり選手一人一人の力じゃないですか。終わってみたらやっぱり優勝してた、三冠を取ってたっていう、そういうふうな今でも思ってますね。うん、あの大雪というのは非常に印象深い試合だったと思うんですけれども、うん、監督の中でもやっぱりあの時のメンバーっていうのは印象には残ってらっしゃるんですか？そうですね、よく聞かれるんですけど、
ウォーミングアップの時に雪が少しずつこう舞ってきて、そして要するに、ピッチの方を僕が覗きに行った時に帝京の小沼先生も一緒にそこおられて、でそこと一言二言話をしたんですけどね、まあ小沼先生は雪だからこれやりにくいな、やりたくないねっていう、そういうふうな表現をされてたと思います。うん、僕の方はあこれ締めたなっていう、そういう気持ちは実際ありましたね。はい、まあ、帝京のセンターフォワードといいますか、まあ、シャドーのポジションにいたですね、本当にドリブルの上手い選手がいました。まあトップ金杉という大きなセンターフォワードもいましたけども、まあそういうふうなところでですね、本当帝京の、まあ、一番大きな力になるところが、まあ、消えるかなって、そういうふうな予想は試合前にはしましたね。あの当時のそれぞれの思い出についても、あの3から聞きたいと思うんですが、まず監督の方からあの、うん、それぞれの役割、うん、選手だったか役割などお聞かせいただけますか。そうですね、まあ、金子千代丹田っていうのが要するにセンターバック、あの当時は2年生だったんですけどね、でまあ千代丹田なんか要するに小学校の6年の時から僕はたまたま試合をですね、小学校の試合を見た時に彼がいたんで、その時から要するにあこいつはすげえな、その時はセンターフォワードだったんですけど、うん、で結局中学校になってそれで高校に入るって言った時に、うん、最初に感じたのはやっぱりセンターフォワードっていうところでやっぱり僕も感じたんですけど、1ヶ月かな、うん、2ヶ月かな、その頃になったら僕自身が諦めました。そうなんですね。うん、それでもうやっぱり結局彼は小学校中学校とずっとセンターフォワードやってましたから、はい、だからこそフォワードを経験したからこそ自分がディフェンスになった時に、自分がまず最初にフォワードとしてやってた時に相手のディフェンス、こういうディフェンスは嫌だなっていうことをやっぱ感じてるはずですから、まあ、その要するに今度は逆をするわけですから、まあ、彼は本当に偏差値の高い選手でしたから、ですからそういう意味では随分とやっぱり適応できたと思います。まあ、もちろん横に金子がいたから適応はできたんでしょうけどね、本当にやっぱりそういう意味で、3年間、実質的には2年半ぐらいかな、ディフェンスやってくれて、まあ、まあ素晴らしいやっぱりディフェンダーになったと。ありがとうございます。いやいや、あの先生、あれですね、千代は、うん、あの知らない間にあのディフェンスされてたって言ってました、ね、いやいやいや、そうですね、いつの間にかでしょうね。いやでも時期は合ってます。僕の頭の中にはね、もう昔からね、フォワードで体の大きいやっぱりそういう選手が、うん、ターゲットマンとしてやっぱりフォワードできちっとこうやりきれる、そういうのがやっぱり一つの理想だっていうふうに思ってたんで、それがダメだったらそのままもうまっすぐセンターバックですね。あ、そういうふうな形になりましたね。しょうがないです、練習してなかったので中学校で。まあそうですね、じゃあ次は金子君っていうことになりますかね。金子の場合はね、噂を、僕実際彼のね、中学校時代のね、ゲームをおそらく見てないと思うんですよ。へぇ、あ、そうなんですね。見たかな、はい、中学校、東福岡で僕と金子試合してます。そう、千代とやったんですよ、中退で。そう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 、その時ね、その時はそんなに印象なかったんだよね。でもね、もう噂がね、どんどん入ってくるんですよ。そんな噂あったんですか、うん、っていうのがですね、で僕じゃないですよ、僕に噂が入ってくるよ、そのチームの高校の指導者から、だから要するにそれで僕もちょっとこう、いろいろ手を尽くしてですね、どういう選手かっていうのを一応こう確認をして、それで要するに学校の方に連絡を入れて、中学校の方に、そして練習を見せてもらう。そしたらですね、練習してないんですよね。オーバー指導してました。はい。はい、そうです、まあ。陸上の練習してましたね。ね、うん、そう、サッカーの結局、試合が終わってたのかな、あの時は。
中退。なんか、はい、なんか陸上の県大会に出ることになって。そうそう、その後、陸上の大会っていうことで、ね、はい。そうです、その練習してました。そうそう、そうだったね。うん、で、その砲丸投げの練習を見て、よしっていうことで決めただけです。本当に見て決めたわけでもない。それ、あ、そうですね。ということですね。当時あのキャプテンだったんですよね、金子。うん、なんかそうらしいですね。あんまりね、僕はね、キャプテンとかね、全然興味ないんですよ。うん、キャプテンだからどうだっていうのはね、そんなに興味はない。でもキャプテン、キャプテンあれよね、お前らで決めろみたいになったよね。うん、そう。覚えと。いや、3年のお前らで決めろって言って、宮原が、お前がやればいいや、うん。うん、そうね。まあ、それになるだろうね。お前がやるしかないやろ、みたいな。いや、他にいないやろ、逆に。あ、だそんな言い方やった。その時。うん、他はおらんやろ、お前がやるしかないやろ、みたいな。あと、やりたそうな顔してた。してない。してない。いや、でもね、僕の考え方は基本的にはね、やっぱりこう、キャプテンっていうのはね、やっぱり後ろの方のポジションの人の方がいいかなって。そういう感じは持ってますね。うんうん、あ、前の方の人たちはね、なかなかね、チーム全体を見ながらね、ゲームの中でね、キャプテンシーを発揮するっていうのは難しいと思うんです。うん、後ろの方だったら要するに今リズムがいいとか悪いとかってそういうのも見れるし、うん、で要するに相手のストロングポイントウィークポイントに対して要するにどうしなきゃいけないとかね、そういうのを、ね、ゲームの中でも判断していけますから、後ろのプレイヤーの方がそういうふうな指示が出しやすいんですよね。うん、だから結構あの僕は後ろの方のプレイヤーでそのなんていうのかな、キャプテンにふさわしい選手がいればやっぱりその人にお願いするというね、なるほど。あれ、先生、俺、コンバートしようと思ったの、いつですか？千代の、千代、はい。千代の何？コンバート。自分、中学校、ディフェンスじゃなかったんで、いつセンターバックにしようと思った。一緒、すぐ。でも、うち行った時にはもう、そのままセンターバックじゃなかったか。いや、なんか、お前、どこでやってたって言われて、中盤とフォワードですって言ったら、うん、もうお前はディフェンスしか使わんみたいな感じ。もう、ね、いや、もう頭の中にはそれしかなかったね。ああ、そういうことですね。あ、なるほど。でもね、やっぱりね、正月選手権でね、お前さんが三冠の時だったっけ、得点王になった、はい、ね。はいはい、そうですね。フォワードをやっぱ経験したっていうのは、やっぱり絶対生きてたんだろうね。あ、だから、フォワード2人がセンターバックやってたってことね。あれ、僕がフォワードだったらね、おそらく、うん、三冠取れなかったかもしれないです。うん、確かに。あ、じゃあ、やっぱ、先生の見る目がやっぱあるんですね。まあ、たまたま、博打がうまくいったのかもしれない、ね。なるほど。わかりました。それで、宮原の場合はね、彼の先輩に本山っていうのがいて、で、本山の方からも、よし、宮原っていうのは素晴らしい選手だっていうね、わがままでね、面白いやつだっていうことは言ってましたけどね。まあ、噂を聞いてて、まあ、その本山を見に行った時に、すでに宮原一緒に2年の時に、中学の2年の時やってましたんでね、まあ、だから一緒に見た、これもすげえなっていう、そういうふうな感じでした。だから、あの三冠の時、まあ1年間ずっと言い続けたのはですね、うん、宮原と本山だけは、要するに好きにボールを持ってもいいって。うん、他の練習はとにかく、やっぱり味方にシンプルにボールを預けて、要するに前に進めていくんだっていう、そういうふうなことを言いました。だから、宮原がドリブルで失っても、本山がもそうなんですが、中盤であそこで失っても、それはしょうがないっていうふうに思うんです。でもやっぱり、うちのチームの機能するやっぱり本山、宮原、そしてあの時はボランチで宮崎だったんですかね、うん、センターラインのこの中盤を作るこの3人についてはまず基本的には絶対にボールを失わないようにっていうことだけは要求しました、うん、それはね本当にね彼はね、うん、やっぱりボールがきちっと収まったしきちっとさばけたし、うん、だからそういう部分で周りの連中はしっかり攻撃入れたかもしれませんね、うん、その2人本山さんと宮原さんに任せたっていうところ、うん、自由によっていうのはもう最初からそういった天才的なところが
あったと思われますか、それとも何があったんですか。天才とは言えないんですけどね、はい、ただやっぱりあの性格でしょうね。本山と宮原はね、同じ性格ではないと思うんだけど、あの本当に人を騙すっていうのはうまいよね。おはい、確かに、うん、こういうのをね、やっぱりね、この要素を持ってる選手はやっぱり中盤から前の選手ですよね。あ、だから中途半端なんか絶対そういうふうなことができないやつだから。よくパス読まれてました。後ろの方ディフェンスも変わっちゃったのかもしれませんね。確かに。